新斎橋アトランティクス店長の布川です。こんにちは。新斎橋アトランティクスはですね、1998年に開業した老舗になってますので、いろんなバンドさんが遊びにも来てくるんですけど、バンドを担当していくシンガーアイドル関係なく音楽をたくさん盛り上げていってるはずなので、皆さんもぜひ一緒に楽しんでください。はい、新斎橋アメリカ村クラッパーの店長黒原と申します。よろしくお願いします。クラッパーなんですけれども、今年8周年迎えまして、アメリカ村のど真ん中、ビッグステップ前の、地下を見たところにあるので、まあ新斎橋駅からも、来やすくって、みんなが遊びに寄りやすい場所じゃないかなと思っております。音楽のジャンルなんですけれども、ラウド、メタル、パンク、ハード、コア、ポストロック、ギターロック、ポップなど問わず、いろんな音楽やってますんで、チェックしていただけたら、あなたに合う音楽が見つかるんじゃないかなと思っております。トイレは、8年前に作って、ちょっとお金の問題もあって、ウォシュレソフトはないんですけども、ぜひ遊びに来てください。お願いします。どうも、アメ村ドロップの吉本です。お願いします。ドロップといえば、やっぱり売りはスタッフが、まあ、バンドよりもお客さんよりもスタッフが一番楽しんでるかなという、そういうところが一番の売りです。負けないように皆さんも楽しんでください。どうもファンデートワイスの小出です。ファンデートワイスは今年10周年を迎えました。最高の照明と美味しいおかけを用意してお待ちしておりますので、いつでもお越しください。どうも、キングコブラのプジムです。皆さん、音楽を楽しんでますでしょうか。私らキングコブラ、酒飲みの箱でございます。ライブを楽しむためには、お酒を飲んで、飲まれない方も、ノンアルコールでも酔っ払って、やっぱり音楽に酔いしれて楽しむことはライブだと思います。そして、それを遊べる場所がライブハウスだと思います。皆さん、ライブハウスで遊びに行きましょう。はい、どうも、心斎橋ライブハウスパン屋の店長、吉野です。バンギアは、日々ノンジャンルの熱いライブが繰り広げられておりますので、皆さん立ち寄った際はぜひお越しください。裏にあるもつ鍋屋も美味しいです。じゃあ、またライブハウスで会いましょう。サンホールのノブエドです。こんにちは、ライブの楽しみ方ってライブハウスの楽しみ方なんですけども、ぜひ現場に来ていただければ、現場でしか味わえない空間があると思いますので、ぜひ、今後出てくるであろうスターを見つけにぜひいらしてください。で、フードとか含めていろいろ飲食もできますし、そういった空間をとにかく楽しんでください。ぜひライブハウスにお越しください。心斎橋バロンです。ここはまだオープンして2年の若い箱ですが、とてもこの分綺麗で、トイレもウォシュレットです。心斎橋の、駅から徒歩10秒、すごい立地もいいんで、皆さんぜひ遊びに来てください。一緒にお酒飲みましょう。それではまた